い、こんにちは。まーちゃんのまーはるです。今日はこちらで遊んでいきましょう。スーパーマリオ大冒険ゲームデラックスクッパ城と7つの罠です。はい、こちらですね、よくねおもちゃ屋さんで見かけると思うんだけども、あのこうね中に入ってるボールを無事にゴールへ導くっていう ね、あのアクションゲームですね。自分が操作でね。そうだね、じゃあ早速開けて遊んでいく前に、オープンの5秒間この間にチャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね。じゃあいくよ、せーの、チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな。もしこの動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね。じゃあ早速開けてみましょう。はい、こんな感じで入ってましたね。組み立ては最小限かな。そうだね、あとはちょっとステッカー貼っていくぐらいでね。じゃあやっちゃいましょう。はい、ということでステッカー貼り終わっていろいろ組み立ても終わりましたね。こんな感じにできたけど、でかいね。でいろんなゾーンがあってね、これねパーフェクトクリア結構難しい気がする。そうだね、はい、まずここがですねスタート地点である空中ゾーンですね。茶色、茶色ボタンを押すとスタートします。行ってください。はい、こんな感じで落ちたね。次がパックンフラワーゾーンだね。パックンフラワーゾーンは赤いボタン、赤いボタンを押すとパックンが開く。あ、そう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 、こんな感じで向こうに飛び越えていく必要があるね。あ、そう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 だね。あー、アウトだね。もうアウト。ここまでボールが来てしまいました。今のパックンフラワーゾーンを抜けると壁キックゾーンになりますね。これが多分一番難しいね。そうだね。ここも茶色のボタンで。いきます。はい。あ、行かない。え？ティティ。あら。そう。あ、痛い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 。で壁キックゾーンを無事抜けるとテレサゾーンになりますね。ノブ A を回すとこうやってテレサが回転して、そうだね、で中にボールが入っていくわけだね。運びます。あ、そうそうそう、そんな感じそんな感じ、よしで近道を選ぶことができる。この B のノブを回すとどっちか、どっちかの道選べるのね。そう、でこっちに行くとそのまま8に行く。ああ、なるほど。そうだけど、このルイージの土管の方に行くと別の7か8に行く。なるほどね。じゃあ今回は普通のゾーンに行ってみようか。そうだね。回して GO！ そうすると、あ、こっちに。アウト！本来ならここに来るのかな。ドッスンのゾーンに来るんだね。そう、ここに来る時もある、でドッスンの時、ドッスンからこの上のレールに上げなきゃいけないんだって。そうそうそう、これはすごい難しいと思うんだよね。でこれが最後の難関だね。でまた茶色ボタンを押してでまたボタンを押して、おいった、ゴール、ゴールで最後にドーン、カメックを倒してゴールだね、真のゴール、こんな感じかな。じゃあとりあえず一人ずつ一回やってみようかね。はい、じゃあやっていきましょう。はい、じゃあ早速プレイしていきましょう。まずはエイシン君ですね。はい。このコースね、結構難しいんで、とりあえずゴールを目指しましょう。それで、何回お手つきしたか、お手つきが多い方が負けということにしましょうか。はい。どうしてもクリアできないゾーン、そこはお手つき1回で、クリアとみなしましょう。はい。はい。そんな感じでやっていきましょうかね。頑張ります。はい。じゃあまずは、ボールを、スタート地点に入れて、はい。ボタン押して、スタート！はい、来た来た来た。はい。じゃあパックンフラワー。ピッ！アウト！下まで来た！アウト！お手つき1回ですね。よし、もう1回。これは難しいぞ、やっぱり。ゴー！まれにね、こっちに落ちることあるからね。コインの方でこっちにね。そしたらなんかラッキーやね。ラッキーです、それは。あー、また後ろに落ちてしまった。やばいやばい、あー。お手つき2回目です。頑張るぞ、もう1回頑張るぞ。今度こそ失敗しない。ピッ、あー、まだだ、勢いがあるといっちゃうのかな。そうだね、アウト。3回目、これは厳しい。よし、お願い。ピッ、大丈夫か、ピッ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 、あー、惜しい。あ、お手つき4回目です。じゃあちょっとここはもう、もうやめときますか。じゃあお手つきがエイジン君は5になりましたんで、じゃあお手つきエイジン君5になってここクリアとしましょう。出た、壁キックゾーンでございます。ここも難しいぞ。いきます。はい、へいへいへい、いけ。あれよし、
お手つき5のままですね、しんくん、うん、さあ、テレサゾーン、お、はい、そこだね、よし、まだお手つき5のままで、さあ、うん、さあ、近道行った、近道を選ぶかな、近道行ってみるか、近道、これで成功したい、行け、あっと落ちてしまったか、まだ大丈夫、大丈夫、このここハンバーグロス、はい、はい、おお、よしよし、刺して、あお手つき6になりました、はい、そっからスタートでお手つき6、はい、あー7、なかなかいかない、ここ難しいな、はい、8、あ、7で、おー7です、やったー、7で、7でクリアでございます、なかなかいい成績じゃないの、うん、ここ初めて声でトーンって言ったよ、言ったよね、うん、いや、何よりやっぱ壁キックがクリアできたのが一番大きかったんじゃないかな、うん、これ相当難しいよ、うん、パパできないと思う、うん、ジャンプ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 、じゃあ今度パパ行きましょう、はい、頑張って、はい、じゃあパパ行きたいなと思いますね、はい、頑張って、はい、エイシン君のお手つき7を超えなければ、うん、6だね、あっいきなりお手つきしてしまった、マジかこれ、1、あ、よかった、はい、ではパックンフラワーですね、僕がクリアできなかったとこ、あっと、こうなってしまうと後ろまで来ちゃうんだね、アウト、お手つき2か、早いでしょ、早いでしょ、今度こそ頑張れ、これ一番むずい、今まだ2だよね、うん、ケシン君のクリアできたからね、うん、これ結構ねタイミングが、おお、戻った戻った戻ったこれ強い力で超えるとここからシューっていっちゃいます、きつい、きつい、おお、おっ、また壁キック、まだ2のまんまだよね、2です、2のまんまだ、あ、まあ、これはきつい、きつい、これきついよ、ここは、あっ、こっからやり直しかな、うん、そうだね、お手つき3でございます、なんか、あうわ、このやばい感じ、お手つき4、残り3で僕に追いつくよ、お手つきが、おお、お手つき5だね、お、残り2、お手つき、あ、これで進めなければパッパ負けてしまう、これ6だね、よし、痛い痛い痛い、よし、まだ6のままだよね、あれ変なとこ、今度変なとこ止めちゃったんだけど、これ上でも振動でダン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 、あれちょっと、これまさか負けパパの、いやいや、それはない、あ、痛い痛い痛い、じゃあ行きます、はい、頑張れ、パパの勝ちでしょ、そうだね、パパの勝ち、ありえないゴールの仕方した、びっくりしたわー、あーすごい、はい、ということで今回はスーパーマリオ大冒険ゲームデラックスクッパ城と7つの罠でした、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画この辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください、うん、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね、ということで今回は以上でございます、バイバーイ。